それでは赤コーナーの第1ラウンドです。はじめ。さあ1ラウンド目、 X マキナからの攻撃、素早さが特徴ですが、おっと、はい、ここは立て直すことができたか。昨日も第2位でしたからね。今回も、今回こそ優勝を狙っていきたい。うーん、そしてかかと落とし決めていきました。はい、赤コーナー、3ポイントの大技でしたので、赤コーナー第1ラウンド3ポイントです。では青コーナーの第1ラウンドです。これね、理にかなってるんですよね。ハイキックを横に蹴り落とすんだと、横にポンとこう押して蹴るんだと、準備いかがでしょうか。外れちゃうと動くだけで倒れない可能性がある。上から蹴り落としてしまえば、ペットボトルもしくは手の部分に当たりますから、確実に倒せる。なるほど。工夫したということですね。確率を上げたんですね。3点取れる。次回以降増えてくるかもしれませんね、この技。はい、それでは、青コーナー第1ラウンドです。はじめ。さあ、続く青コーナー、メタリックファイター高校の1ラウンド目でございます。これも手があるから掴むかな。ああ、微調整が見事。いやー、もうぴったり。大技いきます。合わせた位置から抱え上げてのバックドロップ。ダミーの頭部がしゃげっぽの一撃。ふんやりと。さあ、ここはダミーをどかしてからの起き上がり。ただいまの大技3ポイントの大技ですので、青コーナー第1ラウンド3ポイントです。さあ、見事ここで3ポイント獲得。メタリックファイター並びます。はい、X マキナさん第もう3ポイントの応酬ですね、準々決勝。赤コーナー第2ラウンドに移ります。やっぱりこれをね、ただ、こう3ラウンド目、2ラウンド目より赤コーナー第2ラウンドです。2ラウンド目、2ラウンド目、3ラウンド目ってね、ミュートになっているようですが、よりリスクの高い技を出さざるを得なくなってくると思うんですよね。だからその時に位置取りとか細かくやってタイムアウトっていうのがかなり見受けるので、はいはい、それでは赤コーナー第2ラウンドです。はじめ。持ってることが大事ですね。はい。さあ2ラウンド始まりました。何を狙っていくか。そうですね。この技です。来ましたね。さあ、ダウン。投げ飛ばします。はい。では、ただいまの大技3ポイントの技です。赤コーナー第2ラウンド3ポイントになります。では、ボディスラムを決めて3ポイント獲得。青コーナーの第2ラウンドに移ります。準備 OK です。はい、では青コーナー第2ラウンドです。はじめ。さあ、続くメタリックファイター高校です。3ポイントの応酬となるかというところ。あ、やっぱりこれでいきますね。さあ、横を向いた。もう入っていくでしょう。大技いきます。ビタリと距離を合わせて調整して狙っていくのは、ボディスはこの状態で足が引っかかっちゃったんですよね。キックですが、バランス違うんですか。うそー、踏み込みが足りず、リングアウトです。OK。さあ、ここでリングアウトの宣告。メタリックファイターのポジション元には戻しますが、青コーナー第2ラウンド0ポイントです。0ポイントでのラウンド2終了となります。メタリックファイター、まさかのまさかのですね。X マキナさん、距離が1センチぐらい遠かったんですね。ねえ、聞こえますか。これはでも X マキナ大チャンス、はい、では赤コーナー第3ラウンドです。1ポイントでいいと始めいう状況ですが、 X マキナはね、3ポイント失敗してないんですよ今日。本当だ。あー、そのままスーパーヤックドロップにかかりました。こうホールドしきって自分で起き上がります。ダミーロボットの方が先地面についていなければいけないので、はい、そこですね、やっぱりそうですね、背中が先ついちゃったんですよ。なるほど。さあ、リカバリーで大技回転蹴り狙いましたが外れました。そしてパンチですが、スリップ倒れ込んだ、はい、ダミー起こして、マリオがどうだ。時間が倒れちゃってる。つまきだ。ここは焦りが出てしまったようです。ですが、ゼロポイントです。ゼロポイント、あと1ポイントが取れずと、背中の方が先にというところで苦しみました。エクスマキナ。見せてもいいですか？いえ、こちらで完全に確認できていますので、必要ありません。わかりました。はい、それでは赤コーナー、さあ、メタリックファイターの攻撃へと移ります。はい。では3ポイントメタリックファイターが取れば延長戦へ突入という形となっております。さあ、これはメタリックファイターチャンスを逃さずしっかり決めていきたい。これはもう再び見せませんね。
再びハイキックを狙っているでしょうか。ちょっとさっきより高いですね、やっぱり。しっかりとバランスを崩さず蹴り込めるかどうか。微調整の結果、もうこの一瞬に全てがかかっているか。ちょっと遠い。メタリックファイター、ダミーの重量の前に弾かれてしまいました。やっぱり一瞬多かったですね。これで、はい、終了。もうポイントの獲得ならずということで、角製作 X マキナ、赤コーナーの X マキナが準決勝進出決定となりました。おめでとうございます。大丈夫ですか。あ、問題ありません。はい、